はい、どうも皆さん、こんにちは。ピオチキチャンネル、エピヌシのフィオダです。さあ、今回も、ひなちゃんメイズタワー、やっていきたいと思います。今回はですね、こちら。テレビの塔。星5つでございます。各地に怪電波を放つ、怪しさ満点の塔です。真夜中じゃなくても、入れますよ。はい、でですね、コメントがね、ありまして、視聴者さんからのコメントでしてね、階層が12階層あるということで、どういうね、系統の敵がいるかもわからないんで、はい、ひなちゃん、お一人様で挑んでみます。あとですね、後半の方の階層に、即死攻撃をね、持つ敵がいるということらしいんですよ。通常攻撃が即死になる？頭おかしいですね。なんでね、ちょっと、死んでも大丈夫なキャラしか連れていきません。特にね、ガチキャラで言って、即死のパーセントがどれくらいかわかんないんで、もうなんか即死のパーセントがね、かなり高かったらやばいですからね、もう。はい。なんでね、ちょっとひなちゃん一体で行って、新しいキャラクターが出てきたらその都度取り上げますけども、基本逃げます。逃げます。ずっと逃げて、ボス確認して帰ってくるのが今回の流れです。はい。まあ、ひなちゃんスピードもまあまあ速いですから、なんとかやれるかなと思っております。とりあえず、12階層あるうちのね、全部を回って、で、その後、ボスを姿見て、無理かなみたいな感じで絶望感を植え付けられて帰ってこようと思います。それでですね、前回言っていたデータ改ざんの、こちら、上位チップ上位テスターの生成解禁はですね、こちらのテレビ塔をクリアしたら可能だということらしいんで、まあ、早いことをクリアしたいですね。はい、そんなこんなで挑んでいきたいと思います。あとまあ、一応全タワーにね、全部ね、階層のところで出てくる、テレビひなちゃんというキャラクターがいるらしいんですけれども、まだ見たことないんですけども、そのキャラクター、なんか、0時だと、常になんか攻撃がかなり上がったバフがかかった状態で出てくるらしいんですよ。0時って、普通に0時台でいいんですよね、多分。0時台でいいなら、僕大丈夫なんですよ。今、午前の2時半くらいなんで。まあ、普通に大丈夫なんですけど、もしね、深夜っていう感じだったらやばいですよ。行きます。テレビの塔に出発いたします。まあ、テレビの塔に着くのはいいんですけど、気持ち悪い背景水は、すごいですね。ちゃんとなんかテレビの裏方みたいになってて、で、さらに、オンエアって横の方に扉が書いてありますからね。なるほど。ではね、新しいことがあるまでしばらくカットですね。階層移動とか、新しいことがある時以外は、まあ、基本カットでいきたいと思います。はい、出てまいりましたね。誰ですか、あなたは。まあ、基本逃げとは言いつつね、キャラクターを見たいのもありますから。リモコンひなちゃんはスロー再生。スロー再生？わあ、鈍化か。めちゃくちゃスローにしてくんじゃん。どんだけ。はあ。なんだよ、今のスキル。電源オン。に復活しますか。はい、ということでね、終わりました。途中ね、電源オンとかいう謎スキルが発動してまして、敵に。はい、なんでね、ちょっといまいちわかんないですけども、とりあえずゲットして確かめてみたいと思います。あとですね、全体的にテレビの塔部屋が狭い。すごい狭いです。この大きさしか全部ないですからね。なんかびっくりしました。ではまあしばらくカットです。はい、やってまいりました。
なんですかこれ。いや、次の階層に進むっていうやつ現れたから、とりあえず今撮ってますけども、なんですかこれは。異次元空間じゃないですか。怖い。怖い。何本当に。はい、やってまいりました。何？全体的にホラーテイストですね。これが多分テレビひなちゃんですよね。逃げます。ちょっと能力を確認するよりもね、ほんとまがまがしい。やめて、これ夜中にやるやつじゃない。夜中にやりたくない。恐怖です。いずれ慣れるんだろうけども、恐怖ですよ、これ。ホラゲー嫌いなんだよ、僕。とりあえず次に行きましょう。このワープはやだ。やだ。やだ。見たくない。なんだろう。なんかやだ。お、リブートカプセルですか。これ、リブートカプセル、この塔はね、残しておいた方がいいらしいですよね。はい、出てきましたね。AB ニトリ。巻いてって書いてありますね。そっか。押しですか、今。ちょっと押しちゃってますか。巻きたくないんで、僕、逃げます。巻いて？は？逃げればいいだろ、みたいなね。ひって。はい、出てきましたね。AD ニトリ？と、あと誰だ？アナウンサーひなちゃん？とりあえずちょっと防御して、鍵山アナ。沈黙状態で、アンテナスイカ。アンテナスイカかわいいな。はい、ではね、テレビの塔5回行きましょう。テレビの塔5回。あと7回ありますか。長いですね。はい、ということでね、6回行きましょう。近い時は近いんですけどね、遠い時はなかなか遠いですね、これ。はい、ということでね、テレビの塔7階行ってみましょう。いや、トラップが多いですね。トラップが踏みまくります。部屋が狭いからなんですかね。普段、広域にばらまかれてるはずのトラップがね、なんかもう、一歩進んでトラップ、一歩進んでトラップみたいなレベルです。その代わりなんかよくわかんないトラップ構成になってる時ありますけどね。鈍化、麻痺、バフ、デバフ、全解除みたいなね。お前何やりたかったんだよみたいな順番でトラップ来るときありますけどね。何なんでしょうあれは。はい、ということでテレビの塔8階にやっていきましょう。はい、ということで敵に遭遇しました。どちら様でございますか。とりあえず、まあ、防御で様子見です。メガネスイカ。メガネスイカ。あ、なんかこれ、アドバイスのところでいましたね。メガネスイカ。誰だっけ？なんだったっけ？ハプニングか。を持っているっていうね。全体攻撃を食らうと、いろいろなステータスが上がるスキル持ってるっていう話でしたね。お、ということで、行きましょう。テレビの塔9階。お、めっちゃくちゃなんかスラッとしてかっこいいようなニトリが出てきましたね。これが、あのニトリか。ですね。メガネニトリだったはず、確か。通常攻撃が、即死状態のやつ。てか、何この、あざ？とりあえず逃げます。今の状態以上なんだ？ステータスで、見れない。あざ？確かガーゼをね、持ってたらいけるはずなんですよ。今さっきスイカショップに売りました。
はい。お、出てきましたね。すごいいいタイミング。これですよね。デバフコンを、今度あざか、あざを解除する。このあざ状態って何なんでしょう？なんかがあんのかな？多分僕の予想では、物理ダメージが増えるとか、そういう感じかな。とりあえず使っておきましょう。怖いんでね。はい、ということでね、テレビの塔11回行きましょう。まあ多分ね、カット編集して繋げたらね、なんか同じこと言ってる感じになりますけども、結構時間経ってるんで、自分ではそんな気分はもう、微塵もありません。てかなんか、今回制作者さんの気合の入りようがすごくないですか？専用の背景、専用の扉、専用のなんか敵の数も多いですし、階層多いですし、あとね、情報によるとですね、11階のところにですね、ある特定のキャラクターを入れて、挑戦するとですね、強敵がシンボルエンカウントできるというね、ランダムじゃなくてシンボルですね。ある敵が、なんか、どっかのね、ゲームよろしくね、待ち構えてる感じで、ほい、来いよ、来いよ、みたいな感じでやってるみたいなんですよ、シンボルエンカウントで。なんでね、そちらの方もできればね、やってみたいですよね。強いのかな？ボス攻略する前にそっちを挑んだ方がいいのか、それともボスを攻略しておまけ要素的なので挑んだ方がいいのか、わかんないですね。どうなんでしょう。まあ、とりあえず気合の入りようが違いますよね。うおほほ。はい、まあ、とりあえずね、気合の入りようが、今回はすごいってことですね。その分ね、長い。12階層は本当にね、普通に回るのでも長いですね、これ多分。はい。行きましょう。塔のボスが待ち構えているようです。準備はよろしいですか？準備なんてもともとないという感覚で行きます。挑みます。テレビの塔、ボスフロア。おっと、かわいいのと恐怖が完全に後ろの背景片方映っちゃってますからね。完全に線の間から後ろのね、揺れ動いてる緑の線が見えちゃってますからね。もう何もしないです。逃げますよ。脱出しますよ。いや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 、ちょっと今回ね、精神的に来るのが多すぎるひどい。オッケーです。今回ですね、分かったこと、回って分かったことはですね、これですね。とにかく金、お金、すごい手に入ります。特にね、道中にスイカショップがあった場合、もう、アイテムのね、満杯になってる場合でも、売って、換金して、また一新してアイテム取れますから、これはアイテムのね、所持枠上げとくべきですね。では、いつも通り手下をね、3回やっていきます。4000のやつやりたい。この量あるなら4000も3回いけるのに。よいしょ。じゃあ、こちらでいきましょう。イオラナ。はい。多分訳がわからないと思いますけれども、僕が普段仲良しにさせてもらっている実況者の名前です。鍵山しな。はい、じゃあ次。はい、ということで、次こちら。読み込まれてない。出てきた。よし。なるかですね。こちらもね、仲良くさせてもらっている実況者さんです。控えのメンバーがいっぱいです。そうですよね。ですよね。まあ、いらないキャラクターをどんどんとやるのはいいですし、あとね、こちら。唯一ね、取ってきたリモコンひなちゃん。はい。こちらもじゃあ、スキルチップに変換していきましょう。一応ね、なんかスイッチオンっていう復活スキル持ってそうなんですよね。どうなんでしょう。でもこれ多分潜在スキルで持ってそう。いきます。
スロー再生、確かに凄まじい数使ってきましたね。どんだけだっていうレベルで使ってきましたね。なんか鈍化食らってんのにまた2体が鈍化使ってくるみたいな、もう助けて状況だったっていう。はい、まあとりあえずスキルチップのね、捨て下先生をねやっていきましょう。まあとりあえずなるかさんを、水付きなるかさんですね。新しく、まあとんかつチャンネルを開いたそうなんで、皆さんよろしくお願いいたします。何の宣伝かいだ今。まあいいや。さっきスキルチップに変換したやつ戻ってきちゃったよ。じゃあ最後どうしましょうかね。実況者で行ってんなら実況者で行きたいな。誰か知り合いの実況者。よし、これでいいですか。まあ本来倒れるにしろですけど、漢字変換がめんどくさいんで、こちらでいきます。ゆっくり倒嬢さんですね。はい、仲良くさせてもらってる実況者さんです。皆さんゆっくり倒嬢。